ローラット法制定の中心人物、シドニー・ローラット・ローラット法は、1919年に、イギリス領インド帝国において、植民地政府により発布された法律である。1919年に、イギリスのインドの成長が制定した、治安法令。テロ組織による判事の暗殺、賠償員への脅迫が相次いだため、破壊活動の容疑者に対し令状なしの逮捕、裁判なしの投獄、 陪審員によらない裁判を認めた。正式名称は、刑事法緊急権限法。法制定に大きな役割を果たした、ローラット委員会の長であるシドニーローラットの名を、関して、ローラット法と通称する。ローラット法発布に対し、パンジャーブ州で過激派に扇動された組織的な暴動が発生した。また過激派は、アフガニスタン王国に未死を送り、 混乱に乗じてインドに侵攻するように説得している。そして実際に1ヶ月後、アフガニスタン王国軍はインド領内に侵入した。ローラット委員会は暴力的な革命運動の存在を断定していたが、こうした勢力とローラット委員会が指摘した勢力が同一のものかははっきりしていない。同法制定後、暴動で不穏な情勢の中、 パンジャーブ地方アムリトサル市では、非武装の抗議集会が開かれたが、この集会に対し、パンジャーブ州の暴動鎮圧に投入されていた、インド軍が発砲して、1000名以上の死傷者が出た。この結果、マハトマガンディーラによるインド国内での繁栄運動は高まっていった。繁栄運動が激化した結果、抑圧的法律委員会の報告を受け入れる形で、 1922年3月にインド帝国政府はローラット法1910年の出版法法か22の法律の廃止に踏み切った。ありがとうございます。